どうも皆さんこんにちは。最近焼肉の牛脂を溶かすのにハマってます。うぷ主のマシュマロです。地味すぎるマイブームだな。やってて悲しくならないの？ものすっごい悲しいわ。いつかリア友と遊べるようになればいいな。まあそんな日は来ることもないので、今回も一人でゲームをやっていきましょう。なになに、5ミニッツ、ブーキル、てはぁ、おいまさかこれがゲームのタイトルか。そうみたいね。タイトルから嫌な予感しかしねえ。そうかなぁ、内容がわかりやすくていいと思うけど。その内容がアウトなんだよ。舞台がオフィスだからキャラは OL を使うことにしたよ。彼女の名前はエルコね、仮名かよ。さあ始まりました、5分間のデスゲーム。エルコ選手どう動くのか。まずはタバコよね。何やってんだよ。こんな感じでダメージを貯めて自殺します。今のは 3% だったわね。あれでたったの 3% って。今度はソーラーパネルを試してみよう。じゃあ燃えたー。まさしく日焼けね。うまくないわ。パネルは全部使ってみたね。エルコさんの感想は？あんなん弱火よ。コメントが人間じゃねえ。次はあそこにあるタコを試してみようか。タコをどう使うんだ。まさか雷だ。ああ電気がタコからエルコさんに。がしかし無傷。マジかよ。エルコさんには静電気程度にしか感じてないからね。お次は花壇に行きましょう。うわあなんか変なの出てきたー。パックンフラワーかな。それだ、それじゃねえよ。どう考えても違うだろ。それじゃあ次はここら辺のタバコを完食してこうか。完全に食べ歩き感覚だな。そうそうこの味が癖になるのよね。吐いてんじゃねえか。タバコたちのおかげで半分まで体力を減らせたよ。このフロアはやり尽くしたから下に行きましょう。自殺のゲームでここまでさらっとしてるやつ初めて見たわ。あそこに良さげなカウンターがあるわよ。へいマスター。うわああのおっさんチェーンソー投げてきたぞ。切れ味がまだまだだな。な、生身でチェーンソーを受けたのに無傷だなんて。あまりの出来事におっさんの表情も動揺を隠せてないよ。いや表情変わってねえだろ。そう、これならどうだ。いくらエルコでもダイナマイトはさすがに。いけたー、しかもめちゃくちゃ無傷。もう帰ってくんない。おっさんが降参してしまったので別のところに行きましょう。そりゃあこんな化け物の相手したいやつなんてそうそういねえからな。うわあなんか社員にボコられてるんだけど。我が社の監修よ。どんな監修だよ。思ったよりダメージがたまらないな。それじゃあ次のフロアに行ってみるか。あそこのコピー機が使えるわよ。オラ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 。コピー機に頭を。見るだけでも痛くなってくるな。私の顔面コピーじゃー。何してんだろう自分。こっちが聞きたいわ。これでコピー機エリアも無事完了したね。全然無事じゃねえけどな。明日には社内中がエルコの顔面プリントで溢れるでしょうね。何それ怖い。ここはもう大丈夫だね。次のフロアに移動しましょう。とその前にあるものは利用してかないとね。これで 3% か。やっぱりダメージがたまらないな。どうしても移動に時間を取られちゃうな。特に後半は道具の数も少なくなるしきついわよね。なんか大きな水槽がある部屋に来たよ。どういう牛の部屋なんだここは。謎の魚のオブジェがあるわね。めっちゃブサイクだなこれ。口悪。これを持って水槽に立つと何か起きるらしいけど。さあこら、エルコは餌じゃないわよ。お前が餌になるんだよ。エルコの野生を目覚めさせてしまった。こいつに野生とかあんのかよ。敵は餌。餌は敵。これは完全に野生だな。とかなんとか言ってるうちに自殺完了だよ。不謹慎なはずだけど後ろめちゃくちゃ神々しいな。それじゃあ次は男バージョンでやってみましょう。今回の人は OL さんだね。いや男な時点で OL 関係ねえだろ。じゃあ何よ、おじさん、とかの方がいいわけ。めんどくさいんでUOでいいです。LOさん何かつぶやいてるね。メールが来たな。LOくんちょっと会議に来てほしいんだけど。行きたくねえ、自殺する。というわけで、レッツプレイ。動機がくだらなさすぎる。LOだとコピー室からのスタートなのね。うわぁ。またやってるな。俺の顔面コピーを社内中のパソコンにばらまいてやる。なんでみんな考えることは同じなのか。初っ端から 16% のダメージで幸先いいわね。今回は別ルートに挑戦してみたいな。お前ら後ろがえげつないことになってんのによく華麗にスルーできるな。だって正直もう慣れたし。慣れたし。慣れってこえ。キャッハー、ビルボッコだろう。キャッハー。リアクション薄。こいつ、LOもエルコに負けず劣らずの化け物だな。そりゃ LL ブラザーズだもの。いや絶対違うだろ。てか若い子たちは知らないでしょ LL ブラザーズ。この部屋にはまだ来てないわね。大掛かりな機械があるけど、製品開発でもしてるのかな。だったらこの傘で故障させてやるぜ。自殺するって決めた途端やりたい放題だなこいつ。それほどまでに LO の恨みは深いのよ。いや会議行きたくねえだけだろ。ここまでは特に自殺ポイントもなかったね。そういえばここってさっきの機械のクリティカルヒットね。これはさすがにヤバいって。大丈夫か LO。やべえ。
花畑と川が見えてきた。それサンズの川だよね。ちょ、まさかあんたそこに。うわあ、こんなん流せねえだろ。ヤバタミエン。あまりの衝撃でイルオの語彙力が JK レベルになってしまったー。そりゃあんだけやればそうなるだろうな。このパソコンってコピー機みたいに何台もあるのかな。そうなったらイルオの股間が死ぬな。ちょっと、ここは立ち入り禁止だぞ。すいません、郵便室と間違えました。どこをどう間違えたらこうなるんだ。っていうかちょっと待って、あのパソコンって。あ、というわけでここのフロアは終わりました。もうやめて、エルオの股間のライフはゼロよ。そろそろ性別変わってもおかしくないぐらいダメージ受けたからな。あれ、あそこにトロフィーがあるよ。これも自殺に使えるのかしら。あ、これ部長のやつだ。まさかお前、中に入れたらレンジでボン。いや、通知んだろ。ボンだったかもしれねえ。ざまあみろ部長。お前さっきから愚痴ばっかだな。あ、今のダメージのおかげでゲージもあと少しだよ。巻きでいくか。おお。いや、なんでお前らそんな楽しそうなんだよ。ここら辺の小物だけでクリアできそうだね。ええー、最後に一発でかいのやりたかったんだけどな。まるで花火感覚で言うな。このハサミで終わりだね。ガッツ、シャチコーレ。やったー、クリアだー。主人公たちがひたすら化け物だったゲームだな。何気にクリアまで難しかったわね。さて、今回はいろいろとショッキングな、5ミニッツプーキルというゲームをプレイしてみました。派手にストレス解消なんかしたい方にはおすすめね。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければぜひ高評価やコメント、チャンネル登録もお願いします。スマートフォン、タブレットの方はこちら、PC でご視聴の方はこちらをクリックしてください。概要欄から Twitter のフォローもお願いします。それでは皆様、次の動画でお会いしましょう。さようなら、さようなら。